あなたのお金を笑顔にする、幸せなお金の専門家作家の本田健です。今回のテーマは、運がいい人、悪い人の話し方の違いについて説明していきたいと思います。今回はですね、いい人は未来系、悪い人は過去系で話すという風なテーマで話したいと思います。皆さんの周りにも運がいい人、悪い人っていると思いますけど、多分皆さんの周りの中で一番運がいい人、 そそして一番運が悪そうな人この人を思い浮かべていただけたら多分顔ののの雰雰囲囲気気とととかかか人生そういいいったのが大体イメージつくんじゃないかと思います運がいい人っていうのは例えば冗談ばっかり言ってたりとか,なかこういう楽しい人と会ってねとかあるいはこれからこういうことやろうと思ってるんだっていう話をしてませんか例えばこれからやろうと思ってるお店について話をしたり新しい新規プロジェクトの立ち上げのチームのことを話したり。 来年行こうと思っている場所。そして、いずれは行きたい世界一緒について、こう目をキラキラさせながら語ったりする人。そして、そういうですね、新しいことをやろうっていうふうなこの情熱が、こう周りにですね、伝染して、そしてお金とか人とかチャンスが集まっている。こういう印象があります。一方で運が悪い人っていうのは、例えば過去、ああいうひどい目にあったとか、こういうふうなところで、こう誰かにひどいこと言われて傷ついたとか、 落ち込んだとかあいつのせいでこううまくいかなくなったとかそういうふうにですねこう過去を起きたことあるいはあの時こういうことをしてくれたらこうならなかったのにっていうそういう過去形もありますよね例えば両親との関係でいうと例えば運がいい人っていうのは将来子供を持ったらこういうふうな子育てがしたいんだとか父親にこういうことをしてもらったからぜひ自分もそういうことを子供にしてあげたいあるいは母親としてお母さんすごく 尊敬することがあってこういうふうな形でお菓子作ってくれたりだとかあるいは仕事が忙しいお母さんの場合でも宿題ちょっとだけ見てくれてそれがすごく嬉しかったとだから自分も同じことやってあげたい、まあ、こういう形で未来について話すんですよねけれども運が悪い人っていうのは過去父親がこういうことをしたあるいは母親がこういうことをしてくれなかったというそういう過去形になってくると思いますそういった意味ではですね皆さんが必ずしも未来形であればいいってわけじゃないんですが 運のいい人っていうのは未来に向けててエネルギーを出ししる感じがします、まあ、これって言ってみればどちらの自勢とつながってるのかってことになると思うんですよね。例えば未来とつながっている人っていうのはこれからやろうとすることこれに対してこうどんどん前向きに発信していってるわけです。まあ、逆に言うと未来につながっていたとしても不幸な未来につながってたりあるいは厳しい寂しい未来につながっている人っていうのはどうせうまくいかないよねとか。 なんかこういろいろやっても最終的にはやっぱお金が入らないかなとか、まあ、そういうふうな未来の話をしてしまうと思うんですけどもけれどもえ運のいい人はですね素晴らしく成功していく輝かしい未来についてそれを語りそして現実化していくそういうふうな姿勢があるように思います。でそして英語でですね 活動をを増やしてて今週に 2, 3回多いい時だと毎日英語のインタビューを受けていますですこのあとスペイン語でもやってそして中国語でもやってヨーロッパアメリカそしてアジアオーストラリアインドアフリカアラブこういったこうまあ言ってみればざっくり言うと世界五大文明と言われるようなそういうそれぞれの文明圏でどういうふうなマーケティングをやっていくのかってことを考えるとワクワクするし。 それぞれぞの文化圏でですね多分ちょっとだけ知違って知られていくんじゃないかなというふうに思ってるんですけど例えばスペイン語の見本ではこういうバージョン中国語はちょっとなんかこうお金持ちの雰囲気でヨーロッパでは哲学者新しいお金の哲学を生み出す人でアメリカではお金と幸せの専門家まあそういう形で自分が将来やっていこうとするところそして自分が未来実現しようとするところここにですねフォーカスをして話していく。 これがですね、うまく人の考え方だと思います、まあそしてそれがですね自然と話し方にも出てくるのではないかと思いますさあそして一方でですね運の悪い人っていうのは過去に対してずっとエネルギーがつながっている可能性がありますこれも過去のいい思い出につながっていたらいいんですけれどもどちらかというと運の悪い人っていうのは今うまくいってないからそういう時にですね自分の頭の中で起きていることっていうのは 自分が運が悪かったり今うまくいってないのはこのせいだっていう風なのがつながってるんですよね。なので頭の中でこう質問がですね、なんで今運が悪いんだろうなんで男運がないんだろう女運がないんだろうなんで仕事がうまくいかないんだろうなんで今お金がないんだろうそういうふうに自分が自分に質問してしまっているので自動的に答えを過去に見出してるんですよね。ということで 例えばお父さんとこういうことがあった。父親に殴られた。父親に褒めてもらえなかった。あるいは母親がですね、家にいなかった。そしてそれに対してですね、だから自分はこうなんだという現在がうまくいかない理由を過去に見つけ出してしまう。こういうふうな考え方、そして話し方をすると、聞いてる人たちもそんなに気持ちが良くないというか楽しくならないですし、まあ、本人は本人でまた落ち込んでいくわけですよね。なぜかというと、今がうまくいかない。 なぜかというと、過去うまくいかなかったから、だからうまくいかないってこう、結構なんて言うんでしょう。ハウリングのように、現在がうまくいかないのは、過去がうまくいかなかったから、どん,どん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 、もうなんかもうこんな人生やだっていうふうになるわけです。まあ、そういう意味で、過去に対して、いい思い出、もし同じつながるとしても、いい思い出の方に、ちょっとシフトしてつながり直したら、多分相当変わっていくのではないかなというふうに僕は思います。えー、そしてですね、運のいい人。 この人たちがどういうふうな未来について話すかというとずーっとやってみたかったことこれからやろうと思っていることそしてこれがやれたら最高だなと思うことですよねなのでまあまあいい感じの未来すごいワクワクする未来もうありえないぐらい最高の未来この3つについて話しますなので最低でもいい未来そしてうまくいけばめっちゃいい未来そしてもう神様もうこんなんこんなんも許してっていうぐらいいい未来こういうふうに考えます まあ例えば今僕はずっと周りのですね人たちに話しているのは最高の未来っていうのは謙本だっていうのが世界的に文化人として認知されてそして21世紀22世紀人類がどうやって生きていくべきなのかこういったことをですねこう語るそういう未来の予測するという未来を作り出すそういう文化人として作家そして講演家としてこう記憶されるというか認知されるっていうのは僕のあり得ない未来 えそしてまあまあすごいいい未来っていうのがま世界中でそこそこ本が売れて世界中に広演して回るこれはほぼほぼそちらの方に行けてる感じですねまあそして結構いい未来っていうのは綴がなくというかまあまあいい感じでえ本はもうそこまで売れなくてもいいからえ周りの人たちが幸せで健康で楽しくやっていくまあそんな未来ですまあそうは言ってもですね自分のテンションが一番爆上がりするのはどこなのかというとやはり最高の未来ってことになってくると思います。 考えてみればすごいレベルで成功してる人たちっていうのはもう超最高の未来しか見てないんですよね。昔孫正義さんがソフトバンクを創業した時にみかん箱の上に立って「うちの会社は豆腐屋を目指すと」と、えー「どういうことですか?」って言ったら「1兆2兆」っていうふうに言ってその豆腐ってね1兆2兆って数えますよね1個2個の代わりに。なので1兆円2兆円っていう規模の会社になるんだっていうことをもう何十年も前に言ってたそうなんです。 で、それを聞いて社員が何かやめたそうなんですよね。うちの会社の社長おかしい。え、超って何ってその時だってまだそんな何億円も売り上がってないような時代です。え、ちなみにその大特価どっかにあったその会社を僕の知り合いがですね、えー、訪ねてるんですけど、こう雑居ビルの汚いところにまだこうソフトバンクって言ってそのソフトウェアの卸売会社やってた時ですよね。だからもう全然こう会社としてはもう本当に超零細の時からそういったことを言ってるわけです。 それは例えば、ホンダ総一郎。まだですね、二輪、あの、オートバイを作ってた時に、F1 に行くぞとかっていうふうなことを言ってたわけです。そういう意味では、その世界を目指すとか、将来こういうことをやっていく。こういうことをですね、全く何もない時代から語れたりする人たち。これの人たちが、運がいい人というよりは、運を呼び込む人だというふうに思います。そういう意味で、あなたもですね、ごくごく身近に 将来こここううううういいいいいいいととややりりたたんんだっっってててて言実際に形に形していくそういうのが上手な人っていませんか例えば高校時代から付き合ってるともう10年20年30年こう歴史があると思うんですけどもうあいつ言ったことを本当に実現していったなっていう友達っていうのは必ず20代のうちからそういったことを言ってたんじゃないでしょうか。高校の頃からひょっとしたらそういったことを言ってるそういう人がですね 20代、30代、40代、時間をを重ねてて、いいくににつれて本当に未来を実現できるんだと思います。なので運のいい人が話し方をこうだというよりもそういう話し方をすることができたら運が良くなるというふうに考えていただいてもいいと思います一方で運が悪い人が過去形で話すっていうことですけれどもその例えば変な話なんですけれどもこう自分が自分で運気を悪くしちゃうことってあるんですよね 例えば入社の面接でですね、僕の友人が面接官だったので、こうえ、えってびっくりした人の話っていうのを聞かせてもらったんですけど、会社の面接に来てるから、まあ、どちらかというとポジティブっていうか、いい感じのことを言えばいいと思うんですけど、その会社の面接でですね、前行った会社の面接がいかにひどかったか、そしてその会社の扱いが良くなかったかってことを、えー、新しい会社の面接官にとうとうと言ってるんですよ。 で、もうすごく面接官の感じが悪かったんですとかね。で新しい会社の面接で言うかと思うんですけども、いや、なんかすごいこう、ずっと待たされて、すごい失礼な質問をされて、っていうことを訴えたそうなんです。で、そして、その、あの、僕の友人の面接官がですね、でその会社はどうなりましたいや、もうひどいんですよ。私、面接を落とされたんです。っていうから彼もこっそり、その、この人無理っていうので、罰ってしたそうなんですけど、やっぱりそうやって文句言う人、え過去に対して、 これはですね、別に仕事だけじゃなくて、プライベートに関しても文句を言う人っていうのは、やっぱり運が悪くなるってことだと思います。この話をしていて思い出したのは、昔ですね、これはあのその番組を見た人から聞いたので、僕は見たわけじゃないんですけど、こうある時ですね、アメリカの工場が閉鎖されるということで、その閉鎖されてメキシコに移転するというのがですね、大々的にニュースになって、CNN だったかなんかそれがですね、 その工場をレイオフされた人にインタビューしてるんですよ。で、一人のおじさんはですね、もうめちゃくちゃ怒ってるんですよ。怒っててわーって怒鳴ってて、もうなんか経営人のことを最悪に罵って、あいつら死んでしまえって。俺はね、30年、こう、人生を捧げたのに、何も言わずに、もうその退職金は多少もらったけど、もう俺の人生を無茶苦茶にして、で、そして、こう、出ていったと。俺を捨てたんだって。 才能もね、学歴もない。俺は、どうやって生きていったらいいんだっていうふうに言ったそうなんです。でも、僕はそれもし客観的に見てたとしたら、才能も学歴もないのに、30年も雇ってくれたんだから、いい会社だななんて思っちゃうと思うんですが、で、次にはですね、女性が出てきて、さめざめ泣いてたんですって。そして、その女性が言うには、えー、もう本当に会社には感謝してます。もうこの時代だから。 やっぱりメキシコに行かなくちゃいけないっていうのを理解できます。でもこの30年楽しい思い出が詰まった工場とお別れするのが寂しくて悲しくて、私は正直言うと中学校卒業で高校の卒業資格もないまま、工場の労働者と雇われて、学歴も才能もない、何もない私を30年雇ってくださって、おかげで子供を2人大学に行かせることができました。もちろん奨学金ですけど、それもこの工場の会社の 縁でいただいた奨学金です。もう、今のマネジメントの方たちには、感謝しかありません。って言って泣いたそうなんです。で、そのニュースが流れた後、電話が殺到して、どういう電話が殺到したかっていうと、そのさっきの後半の女性を雇いたいっていう会社からのオファーだったんですね。っていうことは過去に対して、まあ、ボロクソに文句ばっかり言ってる人は、もう当然次の会社のオファーがあるわけでなく、過去に関して感謝して、そして泣いてた女性。 えー、その人はですね新しい仕事を得るとこれが運のいい人悪い人の話し方の違いだということを理解してください <music>、えー、IQ 域的な分析をしますと、えー、IQ 的にはですね、まあ、脳の構造上一つのことしか処理できませんなのでもし未来に関して語り出してそしても自分が楽しい最高にワクワクする未来について話し出したらそれがあたかももう現実に起きているような錯覚を引き起こすわけですよね なのでそういったものを引き寄せるのは当然だというふうに言えます。永久的にはですねこうポジティブな場合にはなんかそれを話すだけで楽しくなってしまう。なのでますますその人の情熱が上がるっていう意味で運が良くなりそうな気がしますよね。そして運が悪い人が過去形で話すそうするとどんどん自分のエネルギーが下がっちゃう気分も下がっちゃうなので運が悪くなっちゃうこういうふうなサイクルにはまると思います。なので IQ 的にも永久的にも未来形で話し出すと あなたの運気は抜群に上げ上げになっていくのでぜひやってみてくださいさあせっかくですからここでハッピーマネーワークやをやりたいと思いますコメント欄ですねあなたがやりたいこと自分の気分が上げ上げになることこれをやったら最高っていうのをぜひ書いてみてください世界一周したいとかあるいは海外移住したい独立したい転職したい年収を倍にしたい え、素敵なパートナーと出会いたい。何でもいいです。え、ここに書くことで、あなたの未来の一点が定まります。なので、あなたが見たい未来、え、それを語ることで、あなたの運気も上がっていきます。まあ、そうは言ってもですね、書けないなと思う人は、まあ、あさっきの IQ 的に言うとね、皆さんの意識が向かうところに行きますので、運気上昇とか、上げ上げとか、それだけでも構いません。運気上昇つとか、これからアップするぞとか、これから上がりそうな予感とか、 そういう自分の気持ちが上がっていくような、そういうコメントを一言でいいから書いてみてください。それを書くとですね、それだけで気分が楽しくなると思います。あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家、作家の本田健でした。この度、ハピーマネ会員をスタートすることになりました。ハピーマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。 具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハッピーマネー実践ワーク。こういったものをお届けします。 これからグローバルに展開するハピーマネー会員、幸せなお金について楽しく学びたいって方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。